サバニャンビーナ内シはサバニャンナチュレビー、ビーは白品種を指す。ナチュレとも呼ばれるは、棒の小さなブドウの品種で、果実の色は緑や黄色を呈し、トラミネールア種に分類される。この品種の栽培の歴史は非常に長く、ゲルマニアの時代からすでに栽培されていた。遺伝子解析の結果、ピノダルザスを祖先に持つことが判明したが、 母系に関しては未だ不明である。サバニャンは、ジュラのブドウ畑で、特徴的な三条期のドロ泥解剖土壌への適応に、優れている。比較的病害耐性は強く、とりわけ、厚い火火のおかげで灰色カビ病には、強い耐性を持つ。しっかりとした酸があるので、長命で力強く、複雑味があり、アルコール度数が高いワインを作ることができる。熟成に関しては、 補ぎない酒を行う一般的な熟成のほか、ジュラで特徴的な酸膜酵母による飛膜による酸化熟成を行うこともある。最も重要なポイントとなるのは、万丈お及び万丈粒のみに認められた、奥社糖、シャロンの生産に用いられることである。糖度に富むので、パスリアージュにより、糖度を上げてバンドパイユの生産に用いられることもある。ありがとうございます。